原田神社。原田神社は、大阪府豊中市中央部に鎮座する神社。原田神社の社殿によると、桜塚古墳群の古地に4世紀中から5世紀末、頃創建されたとされ、古代には、須賀の尊など御神を、祭り祇園神社と称した。また、白鵬12年、684年6月18日に、天武天皇が、神宝、神教、祖三 男命を鏡、獅子頭を奉納したことから大宮と称し、皇族や武家より厚く崇敬を受けた。鎌倉時代以降には、後図天皇信仰と集合し、東は、豊島郡の木坂村、厳水田市江坂から、西は、河辺郡不松村、玄山笠市と三松にわたる、摂津国中西部七十二村のうぶ砂神社となり、西巻宗者と呼ばれ、あがめられた。また、 足利市、ことに、吉住、吉春、吉輝の三代からは、厚い信仰を受け、新寮として、西牧無車の将、桜塚、原田、曽根、勝部、走り、福井の起信を受け入る。天正六年、1578年に、荒木村重の陛下にかかり、京大社の十二社殿本殿及び新宝等を除き、全勝。仮殿を経て、慶安五年、 1652年、現在の本殿が再建された。元は、議論社とも、五図天皇社とも呼ばれていたが、上京2年、1685年に、神儀官僚から原田大明人の信号を得て、現在の社名となった。江戸時代に入ると、境内地は狭められていったが、境内地に接した門前町は、野瀬街道と伊丹街道の結節点としても、栄えるようになり、 この市街地が現在の岡町の元となった。明治43年1910年に開通した頃の阪急電車の写真を見ると神社の中に岡町駅があるように見える。近代社格制度のもと明治に入って豪車に列格されたが昭和16年1941年に府社に昇格した。現在神社本庁には加盟していない単立神社である。 本殿は国指定の重要文化財。拙者十二神社本殿は豊中市指定文化財。棟札から慶安5年、1652年の建立と判明する。全国的にも類例の少ない五軒舎流れづくりの形式を持ち、正面に地取り破風及びの木から破風見られ、屋根は日和田吹きである。 材料工法ともに上質な江戸時代前期の建築で、工業の配置や、ミシャ、モヤとのつなぎ方、爪飾りなどに配した邪気など、細部の形式衣装にも特色がある。この社殿は、三軒車流れ作りの形式になり、屋根は日和田武器、ひわだぶき、下田雪4.10メートル、張間は、ミシャブで点五四メートル、久しぶで一点零八メートルの規模を持ち、その基本的な構成は、 本殿と同様となっている。三社正面は五対七追五の割合で柱が配置され、高指導を脇間ははめ殺し、中間は引き違いに立て、聖画は三面に甲欄付けの円が巡っている。甲欄の大部分及び円化などの部材は、混流当時から新しく取り替わっているものの、その他の大部分については当初材が、現在もよく、保たれており、元極彩式が施してあった痕跡が、 今もわずか残っている。混流された時代を明らかにする資料はないが、少なくとも、官営を下ることはなく、17世紀初頭の建築と見られている。しかし、木花の形や香料栄養など細部形式には、桃山時代の特色を持つ様式も見られ、混流年代が桃山時代まで遡る可能性もある。この鳥居は、野瀬街道に面した。 原田神社東側正面に立っており、鳥居としては最も類例の多い明神鳥居の形式をとっている。花崗岩星で高さは5.97メートル、中心、幅は7.727メートル、火災し長さ。向かって、右の柱に、上京5年、左の柱に、母神8年吉実の名が刻まれており、この時に建てられたことがわかる。流に関する記録として、 上京四年、1687年、泉谷神兵衛が御昇夜中に送った、お鳥居の注文、原田村、野口家文書が残っており、鳥居用に加工された石材の大きさが一覧で、示され、泉谷が、鳥居用の石材代、甲芝、原水田市甲芝町までの運送量を、岩屋による、設置量の合計1貫160目を計上した、ことが記されている。 また御正夜中は、広島から原田神社までの運賃と、設置に必要な材木や人件費を負担しており、石材の設計や運搬ルート、設置費用など、江戸時代の鳥居の建立過程を知る上でも貴重な資料となっている。この他にも鳥居の図面や鳥居寸法が高くなどがあり、鳥居と共に多くの記録が揃って残ることは珍しく、 当地の人々の原田神社への熱い信仰を裏付けている。天明元年1781年にシャチの松の根元より発掘された。弥生時代中期のもので大阪府の重要美術品に指定されている。この銅鐸は東奈良遺跡、茨城市出土の銅鐸岩型から鋳造されたものであことが判明しており、銅鐸の生産地と消費地がつながった。 唯一の例とされている。豊中市の無形民俗文化財に指定されている。天武十二年、六百八十四年悪役退所のため、獅子頭を放じて、天陽二年、千百四十五年まで数百年に、わたって、各地を回ったと伝えられている。明治以降、毎年九月二十六日を、おで、ししきとし、その日猿の征国、午後四時ごろ二歳を行い、 9月30日、獅子頭をみこしでお旅所に移し、10月1日神社、前の舞台で、獅子の舞が行われる。舞には、竜舞、伏せ舞、寝舞、早舞などがあり、この日は伏せ舞が行われる。10月2日から8日まで各、宇治こ地区、十二地区の順に、祭りが行われる。10月9日、遊国、境内で行われる宵宮祭りは、 各獅子地区より持ち寄られた御子やう治子たちに囲まれ、大松明の燃え盛る炎の中で、獅子島、お天山と呼ばれているが様々な舞を舞う。近くの原田神社の宮寺である随林寺には、伊原西閣門下の断輪派敗人、水田西銀の墓や、一級宗純の子、清正佐田、儀王商廷の墓と伝えられる宗塚がある。西銀は、 遠方年間の末、岡町に落月案を設け、原独年間にかけて多くの人々が訪れて徘徊を楽しんだ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。